今年東京都内で発生した特殊詐欺の数は先月までに3100件余り、被害額がよそ69億円と、被害件数額年ぶりに000件を超え、被害額もすでに去年1間を大幅に上回っています。特にキッシュカードを交換する必要があるな、として、自宅までカードを取りに来る種が急増していて、警視庁が対策を強化し、います。警視庁によりますと、こと、先、までに都内で発生した特殊詐欺の数は、数が3121件で、被害額はおよそ、9円に上っています。中でもキッシュカードをお騙し一つ、現金を引き、捨て口が相次いでいて、数、件数は去年、同じ時期の9倍近い915に急増し、外額もおよそ12億5000万円に上つ、います。具体的には、デパートの店や、左官を装って電話をかけてきて、な、のカードで高額の買い物がされてい、引き出すというものです。中には、今、る警察官の名前を名乗るケースも、ということで、警視庁は、キャッシュカード、自宅などに取りに来るケースはすべ